はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード RE4 ではチャプター2の続きですね、やっていきたいと思います。で、ここになんか紋章みたいなのはめて扉が開くようになりましたので、この先ですね、普通に開けるの なんかイベント的な開け方、ロードが挟むような開け方じゃなく、ケツ向けてんなあいつ。このまま後ろから、なんか行っちゃったな。これはどうする、一応追っかけてみるか。一周くるくる回る感じかな。てかいるし、変なやつふざけんな。やつがどう振り返ってくるか。あ、振り返ってきてんな。こっちにいれば見つからなくない？ああ、完全に誘ってんな。ここに来て、あ、後ろだってやってる時にこっちが横から来るっていう。しかし俺はそんなものに引っかからん。むしろその後頭部に風穴を開けてやる。ほら、至近距離で外した。あ、なんか変な、ばあちゃんもいるな。ナイフ、あれ俺には何のナイフ装備してる。キッチンナイフがいいんだけど。おばあちゃん行き、めちゃくちゃ近づいてるわ。ナイフが無限だったらね、もうめちゃくちゃ接近してナイフ叩き込んでっていうのがありなんだけど。ちょっと待って、これちゃんとやっとこう。で、下から行けて、あ、なんかある。お、素材得るじゃん。これで別のが作れんな。結構素材が今厳しいから。てかライフルの弾普通に作れんじゃねえか。作ろう。サブマシンガンもあんのか。よし、ライフル結構余裕が出てきたな。これでガンパウダー、ガンパウダーからの宝石箱。お、サファイア。ここはこれで終わりか。じゃあちょっとこっち行って壊して、金ゲットして、きたひどい。ナイフで切れなかった。で、これ減ってはないよね多分。いや、減ってんのか。まあ普通に考えたら減るんだろうけど、減ってる描写があんまりないからな。あ、カラスいる。銃弾一発無駄にして金にするかどうかっていうところだよね。150円ってどうなんだろう、収支的な話でいくと。プラスなのかマイナスなのか、どうなってんだ今。あ、ここになんかトレジャーがあるな。中間地点、まあ、あのトレジャーを目指していきますか。400円か。あそこのカラス、はい。トレジャーどこら辺だ。なんか ここの棺とかに入ってないのかな。あ、これか。あ、いった。ひどい。クソ、気づかんかった。これはもうあったよね。これ声だめになっちゃってるから、これ先にやって落として、あ、じゃあ農場にあったやつもやっぱ落としとくべき。ちょ待って、なんか切ってんだけど。マジか。ちょ、一回退散しよう。ショットガンに切り替える。ショットガンも接近戦だからな。ライフルっていうのもまあありだけど、これなんかできる、切れる、これ意味あんのかっていう話だよね。ほら、やばい、遅い。切れるか。とどめはさせないか、さすがに。それは無理だな。ちょ、待って。タフすぎたのか。やっぱあそこでパズルかけるべきか。チェーンソーマン強え、マジで。ライフルで頭狙うか。罠、敵に対しても有効。チェーンソーマン頭悪そうだからな。トラバサミ結構
ケー。そっか、こいつら倒すところか。はまりそうな気はするけど、それやれば結構優位立てそうだな。ここのトラバサミをちょっと一応できるだけ活用してみるか。でこれやって、まあ、一応取るだけ取ろう。真珠のペンダントで、で来るんだよね、来てるわ。でここ、こっちこっちこっち、さあ来い、はまれ、はまった。あ、なんかある。エレが普通に蹴りで使い、これ一発で引かないといけないかな。あ、いける、蹴れるときには蹴る。それがレオン・エス・ケネディ。ケツとか、よしよしよし、蹴れる、蹴ろう、マジで。これ近くか。あ、倒した。エメラルド、やつを倒せば宝石が手に入ったかもしれなかったね、一番最初のやつ。でも無理だよ。なんだ、ちょっと待って、うぜえ。ちょっと顔狙って蹴って、顔顔顔、やべ、めちゃくちゃ避けてる。単純に俺が外してるだけなんだけどさ、すげえ銃弾使ったら。まあでもチェーンソーは倒した。あとどこだ、あれここにあるって書いてあんな、どこだこれ。なんか上とかになんかね、はまってたりするからね。もうちょっとこっちか。ん？ここに小屋があるな。人形についての殴り書き、人形を打ち壊せ、貴族たちを許すな。あ、全然違った、ここでもない。ただアイテム回収にはなった。え、どこだ、こっち側だな。あ、やっぱこれか。あ、ちげえな。あ、あれか、ちゃんと狙って落として、サファイア、いいな、トレジャーマークついてんのマジでいいわ。金めちゃくちゃ必要だからね。ちょっと待って、これしゃがんでいけそうだな。あ、これ誘導してもよかったかもね、あいつ。ん？これ家には入れない？家は入れないな、開かない。これはどっち？こっち行けんの？鍵か。トラバサミは閉じてんな。なんかちょっと敵がいそうだからな。あ、そっか、ここは鍵。ん？このトレジャーはどこだ？家の中か？スピネル結構使っちゃおう。引っかかるくらいだったらもう銃弾一発、安いもんだ。裏側から入るのか、家に。ガンパウダー、これが中なのか外なのかっていうのかな。勢いよく入ったな。ここは、すまんな、ションペン中だったか。どういうのこれ、ボットン。ボットントイレですか。ん、え、ちょっと待って、もしボットントイレの中にある、そんなことある、そんなことはないよね、さすがに。これが 何の印だ。村長の家になってんな。お、ルビーゲット。あ、これもしかして。あ、ルビー1個でも表示されんのか。Not too shabby. Someone has shown up their neighbors.
これはなんか書いてある。村人一家の写真、今や彼らは我らの血肉、我が主に感謝を。鍵、これもしかして使い捨て系。キーピック的な。Old photos. 古い写真。ガンパウダー。ん、なんかもあったな。破片手榴弾。え、手榴弾とはまた別？破片手榴弾って何？あ、でも普通の手榴弾がいわゆる破片手榴弾でいいのかな。金いただいていく。いや、わかんねえ。ってことは上に登って、え、これ何、どこ。あ、で開きましたか。上登ります。ハーブあります。タイプライターあるからセーブします。ん、どれだ。イルミナス教第4章第3節、住民は民すべて祝福に賜われた。主人か。老いた農夫は最も重い種もみ、痩せた豚飼い、よく肥えた家畜、何にも持たぬ老婆を愛する我が子、主人はことさら喜ばれた。え、種もみ、豚飼い、家畜。もうちょっと奥行くか。小さな鍵、使えんのこれ。使えねえし、やっぱなんかはめろってことだな。一度使うとなくなるって書いてあったね今。じゃあやっぱさっきのこれをやんなきゃいけなくて、え、家畜が豚もみとか、なんか子供がなんとかとか言ってたよね最後。よく肥えた豚、開いた。で水球ガン、え、水球ガンを入れるの、あそこに。うん、やはりな。めっちゃ攻撃的なんだけどこいつ。首が折れたやつめちゃくちゃ攻撃。ちょ早え。待ってマジでちょっと待って、まだ生きてる。500円、ショットガン2発使っちゃったよ。どっから出てきたんだよこいつ。こっちら辺かな。え、卵が置いたんだけど。じゃあ2階に行きますか。ここに入れんのか。いや、また意味がわかんねえよ。あー、これ紋章に合わせる。いや、でもそれはそれで大きすぎるよな。 L、 あ、 L 回転だけか。お、結構、いや、合ってきてない。よし、あった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 。ベッド、枕が3つもある。
村の記録第3巻10月10日天候不順麦の育ちが遅い牛たちも痩せている12月8日飢饉の兆し種まき時期に男手が不足したためしかしサドラ様の命令は絶対である餓死者30名も出たの牛を強盗を潰す課長が集まるくじを引く6名これもサドラ様のためくじ引く8名くじ引く4名くじ引く11名外から迷い込んだ登山者2名祭壇で儀式今日はくじを引かなくてよいくじ引きで決めてたのか特になしモンショーの鍵いただいていくぜ鉢合わせなすすべもない血が混じってきた帽子はお気に入りなのか Gift. My blood. チャプターエンド結構早かったな、まあ、ただ切りがいいっちゃいいのでじゃあ今回はここで一旦終了しますか血の混じりあそうレコード達成なんか始めるたびに達成したものは表示されるんだよね最初の画面で死亡回数1チェーンソーマンにやられたかった撃退数43という感じでじゃあセーブして終わりにします最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録高評価していただければ幸いです